内山線、内湖線の建築限界試験列車親3131 31で1七7 7親31型は日本国有鉄道が既存客車の改造により製作した建築限界測定用試験車である。1949年から1961年にかけて計7両が国鉄工場で改造製作されたスハ32系に属する。 建築限界試験とは、新線開通や電化開業時など、線路周辺の建造物に大きな変化が生じた場合に、駅舎などの建造物が建築限界内に収まっているか測定する試験である。本形式では、車両側面から矢羽根を広げ、建築限界からはみ出した建造物に矢羽根が触れて倒れるとケーブル、または、 電気信号により伝達表示される仕組みになっている。矢羽根は、車体の両端及び台車センターピンから5メートルの位置の3カ所に設けられるのが標準であるが、31、32のように、車体片側とセンターピンから6.9メートルの2カ所のみのものもある。21も2カ所であったが、後に3カ所に増設されている。矢羽根を広げている様子が、オイランが、 たくさんのかんざしを刺しているようにも、測定中に低速で走行する様子が、オイランがしずしずと歩いている姿のようにも見えることから、オイラン車とも呼ばれる。車体図色は茶色。車両限界を計測する検知からは、昭和20年代当時の客車規格のフルサイズに該当する20メートル急試験車両が必要であり、 同時に、木造車の後退化も進行していた背景からすれば、既存の構成20メートル車で、やや車齢が高い32系を改造対象とすることは適切であった。また、1958年1961年の2両を除いては、32系客車でも少数派の合わせ、作り車や連合軍専用客車として原型から改造を受けていたものを選んで、 種車に利用したとおぼしい。鉄道路線での車両限界計測は、頻度は低くとも、列車運行面から軽視できない点検作業であり、親31各社の車齢は高かったものの、1987年4月の国鉄分割民営化時には、五両が新会社に引き継がれた。親3132が、北海道旅客鉄道へ親、親3113が、 東日本旅客鉄道へ、親3112が、東海旅客鉄道へ、親3131 31が、西日本旅客鉄道へ、親3121が、九州旅客鉄道へ承継された。JR 東海の10人が1995年12月25日、付け、JR 九州の21が2005年3月31日付け。 JR 東日本の13は2010年10月27日付で廃車された。そのうち12は、佐久間レールパークに生体保存された後、2011年3月からは、名古屋市港区のリニア、鉄道館で展示されている。ありがとうございます。